皆さんこんにちは、サルです。今回ね、ダイソーの新しいポケットストーブ、メスティンに入るよっていうね、小さめのやつ、これについて知りたいことだけを確認する動画を撮ってみます。ブツはね、このダイソーのポケットストーブ、メスティン1号用に収納可能、新しいやつですね。で、あの小さい、メスティンに入りますよというやつとなります。はい、で、あの坂井チャンネルさんがね、細かいレビューしてくださっているので、そちらと被ることはね、今回ちょっとあんまり、紹介しないと思いますので、まあ速報動画ということで、坂井チャンネルさんのね、動画の方はまた、概要欄にね貼っておきますので、そちらでご覧ください。私が知りたかったこと一つ目はですね、まずあのメーカーですね。ダイソー産業は製造業ではないと思うので、おそらくね、どこかにあの発注して、購入してるんだと思うんですけど、そのメーカー、製造業者名は出てないので、まあ、ダイソー産業というふうになってますね。あとちょっと気になったのが説明書でしたね。まあ、平らで安定しているところに置いてください。中央に固形燃料をセットしてくださいになってますね。あとメスティンやシェラカップなどの調理器具を本品に載せてくださいと、まあ、シェラカップになってますね。シェラカップこうちょっと閉じた状態でね、上に置くような感じ。そして固形燃料に火をつけてくださいと、ブルーのね、メタノール系のやつですね、それを想定して作ってるということでした。はい、材質は亜鉛メッキ鋼板にリベット、リベットが銅ですね、これね、メイドインチャイナで、説明書はそんな感じですね。で、これが実物。ちょっとなんか隙間が空いてますね、ここね。うん、精度的にはね、良いとは言えないですね、これね。まあ、私はあまり気にしませんけど、うん、ちょっとこう、当たってますね、この、右半分が下にずれてますね。0.5 ミリぐらい。という感じです。まあ、使えないことはないのでいいんじゃないですかね。で、こういう型押しがしてあって、まあ、全く今までのポケットストーブと同じスタイルですね。なんかちょっとこうブルーのね、あの保護シールがね剥いだんでしょうけど、剥ぎ残しがいくつかあるかなという感じです。個体差もね、いろいろあるかもしれないんでね、ちょっともう1個も出してみましょう。2つ一応買ってきました。調べたいことがねあったので、はい、こちらの方がなんかブルーのシールがね、あのよりわかる形でね、なんか点々と残ってますね。なんかね、はい。まあ、いいでしょう。で、これもちょっと隙間が空いてる感じ、そこも一緒ですね。はい。で、開閉はね、スムースだし、途中で止まるもね、止まりもしっかりしてるし、いいですね。一番開いた状態。それから、このぐらいの状態。ここでも止まるのは、ここが引っかかってるからか。これはあんまり意味がないね。はい。前回か、まあ、シェラカップサイズかということで、比較的安定してるような気がします。330円。安いですよね、このサイズ。そんな気がします。続いて知りたかったのが、このダイソーのね、落ちちゃった。メスティン。これが、1.5 号用と1号用。こう中にね、スタッキングできるので、結構してる方多いんじゃないかなと思うんですよね。ここにね、ぴったりはまると。はい。そういうのわかりますよね。で、2つ入れば、この2つのね、メスティンで同時調理ができるじゃないですか。で、2つが、あ、入るんだ。全然普通に入りますね。あ、ということは、これ1個持っていけば、ということですよね。で、これをセットして、まあ、1つ。それから、もう1つ。はい。で、こう置いて、こう置いて、まあ、2つの調理ができるということですね。これは結構いいですね。炊飯室の、こっちで例えばね、ちょっと何かあったかいものを作ったりね、できるということですね。2つ入る前提であれば、いいと思うんですね。2つ入れた上でなおかつこういうのも入ればいいんでしょうけどね、これ切っちゃわないと
こいつは入らないですね。飛び出しますもんね、うん、この高さがねあとわずかなんで、まあ多分これ以上入れないかなという気がします。はい、これがね知りたかったことの2つ目です。次に知りたかったのはパック燃料ね。これはもうポケストと相性抜群。これはね、入るんです。分かってるんです。一応入れます。分かってるけど入れます。2個、まあ、ギリギリですね。ギリギリですけど、はい、入ります。問題ないです。特にね、中で破れてまずいなっていう感じはないです。ポケストの基本はね、このパック燃料だと私も思ってるんで、ブルーの固形燃料だとね、どうしてもね、高さがあるので蓋が閉まらないんですよ。あとね、ブルーの固形燃料の場合は、薄いフィルムでね、ラップしてるやつだとね、だんだんこう、そこからアルコールが揮発してね、時間の経過とともにね、なんか減ってくるんですね。それが嫌なので、あまり、携帯に不便なので使わないんですけど、これです。キャンドゥーで売ってるブリキ携帯灰皿。こういうやつですね。これね、めちゃくちゃいいんですよ。はい。見えますね。見えますよね。これね、実は、もう、この着火剤、ジェル状のやつ、これをね、入れてるんです。で、重さを測ってるんですけど、2週間経ってもね、もうほぼ減ってないんです。だから実はここのね、もともとついてるなんかこう、本来こういう灰皿なので、タバコのね煙とかが、ここからね、外に漏れるのを防ぐために、こういうちょっとこうゴム状のねシールが、厚みが 1.5 ミリぐらいあるそうなね、ついてるんですけど、でこれでねここを押さえてくれるので、うまい具合にね揮発しないんですね。だからこれ非常にいいんです。もうポケットストーブ用は私これでいこうかなと思ってて、これがですね、今までのポケットストーブだったら入るんです。今までのポケットストーブっていうのはこういうやつです。はい、でここにですね、なんとぴったり収まるという動画をね、実は、作ってるんですけど今で、めっちゃいいんです。でここから出して、これで火をつけまして、まあ、風防をこうかつけまして、で五徳を置いて、ここで調理をすると。完璧なんです。 今のところ私の中でこれが完璧なんです。ブルーの固形燃料はね、微妙に量が足りなかったり余ったり、こちらだとね調整できるので、微調整ですね、それが一番いいんですねと思ってたんですけど、ただね、いかんせんこれがギリギリなんです、この中華の場合だから。こっちだと入らん可能性があるんですと思って、ちょっとやってみますね。入らんかな、いけます。これ閉めるときはね、まずこっちに寄せてから閉めます。はい、うわこれはきついな、無理やりやっちゃうと入りそうですけど、やってみましょうか。はい、やりました。かなり無理やりです。なんていうのかな、これ潰れた感じはないですね。こいつが潰れちゃったよっていう感じはないんですけど、ここね、もともとヒンジになっててね、こう蓋が開いたり開いても外れないようにね、ヒンジになってたんですけど、そこのヒンジを外してるので、少しねここがよいしょ浮くんです。ここがこう1ミリぐらいかな、その分浮いてるので、その部分が特に、押さえつけられる感じだからね、入るのは入ります。ただちょっと無理やり感があるので少し空いてますっていう感じかな。まあまあけどね、個人的には OK ですね、これ使えますね。ということはめっちゃいいです。はい、ただ今までのこの風防ですね、自作ですけど、これが使えるのかという点については、使えないかな、使えないですね、微妙に、幅が違うので入んないんですよ。そうなりましたね。はい、ちなみにね、これ S ビットミディアム、ちょっと大きいんですよ。
これはね、これはこれで便利なんですけど、いろいろと。もともとついてるウィンドスクリーンがあるんです。ミディアム用。これだったら、なんか、うまくやる方法があるかもしれませんけど、ない、ダメですね。飛び出しちゃいますもんね。それもね、知りたかったことの一つだったので。それからね、この五徳、自作で作ったやつ、今までのやつにぴったりなんですね。これがどうなっちゃうかっていうことですけど、はい、こうですね。ただこう前後にやっぱりねずれるようになったので、あまりよろしくないですね。まあ、その辺がね今回知りたかったことです。だからまとめますと、この2つメスティンね、親子セットみたいなね、この中に、2つ入るので、まあ、2つ持っていった時に、同時に2つ調理ができるというメリットは非常に大きい。今までの風貌と五徳は、ちょっとぴったりじゃないので、まあ、使えないことはないけど、こうやって持っていこうとしても余計なスペースがあって、せっかくのコンパクトさのねメリットがなくなるのでダメということ、はい。それからこのブリキ携帯灰皿は、まあ、使えますよということです。まあ、これが多分ね今後私のポケスト用のメインの燃料になると思います。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。